攻めの I. R. マーケットブレイクスルー、キャスターの山田幸美です。コメンテーターの輪島秀樹です。今回ご紹介する企業は、証券コード九三四八、株式会社アイスペースです。スタジオには、代表取締役 C. E. O. ファウンダー。袴田武さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 アイスペースは月面資源開発に取り組んでいるスタートアップ企業です。今日はじっくりお話を伺っていきましょう。この後はアイスペースの歩み、主な事業内容についてお伺いします。この番組は SBI 証券の提供でお送りします。 改めまして、攻めの IR マーケットブレイクスルー。今回お話をお伺いするのは、株式会社アイスペース代表取締役 CEO& ファウンダー袴田武さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。失礼いたします。まずはアイスペースの歩みを簡単にご紹介いたします。2010年、現在の株式会社アイスペースを設立。2022年。うん 総計およそ268億円超えの資金を調達同年営利企業として世界初の月着陸船の打ち上げを成功します2023年東証グロース市場へ上場同年営利企業として世界初の月面着陸を試みましたあの世界初の挑戦を続ける御社ですけれども まずはアイスペースの経営理念についてご紹介いただけますでしょうかまずですね弊社の 経営理念なんですけれども、まあ、ビジョンといたしましては、Expand Our Planet、Expand Our Future というですね、あのビジョンを掲げています。まあ、これはですね、人間が宇宙に生活圏を築いていけるような時代を作っていきたいというあのメッセージを込めています。で、現実的にそのようなですね、世界を実現していくには、宇宙で経済圏を作っていく必要があるというふうに考えています。で、そのために我々としてはですね、地球と月が一つのエコシステムとなるようなですね、あの世界を,を作っていくと。 そこで,です、ね、まず重要なのが宇宙の資源の利用だというふうに考えてまして、うん、月にですね特に水がありますのでその水を水素酸素に分けることでロケットを燃料にしていく、うん、でそれを活用することで経済が作れてていいいいくんではないかという,ふうに考えていますでそういった世界ができればですね2040年以降はですね1,000人の人が月に住んで生活をして、まあ、そして仕事をして経済を作っているというような世界になるんじゃないかなと思っています。うん 2040年って、もうすぐのような感じがしますけれども、はい、もう1000人が居住するという、壮大なスケールですね、はい、そうですね、そういった世界をあの切り開くです、ねあの、今、ところにいるかなと思います、うん、では、そのために、どのような事業を展開されているのか、事業内容についても教えてください。 当社の,です、ね、あの事業はです、ね、大きく3つあります、えー、1つはですね、ペイローサービスという荷物をです、ね、月面に運ぶサービスになってきています。で、えー、これがですね、まあ、あの主要なあの事業となりますけども、まあ、それに加えまして、えー、将来的にはですね、データサービスというものを付加していきます。 まあこれはですね月面で我々何回もミッションするとどんどんデータを獲得できますのでそのデータを我々のお客様である政府ですとか宇宙機関ですとかまた民間のお客様にデータをアクセスする権利をですね提供していくというものになります。 で最後にですね、まあ、少しユニークなんですけれどもパートナーシップというですねサービスを行っています。まあ、これはですねあのこの月のミッションですねあの大きな広告価値を生んでいきますのであのマーケティングライツをですね企業の方にお渡しをすることであの売り上げを上げさせていただいています。まあ、ただ、ですねそのただマーケティングライツを使うだけではなくて協業ビジネスですとか技術をですね協業することでよりこの広告価値をですね高めていくということを行っております。 これちなみにそのペイロードって荷物を運ぶっていうのは、はい、今現段階じゃ私たちはどういうことを、はい、考えればいいんでしょうかそうですね。はい、あの今ですね月に物を送りたいという需要がです、ね、国を中心にあのえ大きくなっています。<ー>特にあの NASA がです、ね、アルティメスプログラムという計画を持っていましてで人間をです、ねま、たあの月に宇宙のミッションにするとで今後はあの継続的なミッションをやっていきたいということで、はい、そうするとあのまずは化学探査が が必要になりますのでいろんな、えー、化学探査の機器をあの持って行って、えー、月の環境をまずは調べるでその次にインフラを作っていかなければいけないのでそ,その時にどういった技術が活用できるかというです、ね、技術検証のミッションが始ままりつつあります具体的にもう向こうに行けばそれだけ運ぶものもどんどん増えてくるという話になってくるということになりますかね。 このですね3つのビジネスモデルでですねあのすでに我々売り上を確保しつつあります、はい、で今までですねあの政府ですとか民間のお客様を中心に、ね、契約金額の累計としましては10カ国で380万ドルですね<ー>契約をすでに獲得をさせていただいております。で えー、我々ですね先日ですねミッション1ということですでにミッションもさせていただきまして、はい、で残念ながら着陸までいか至らなかったんですがサクセス8というところまでですね10個のマイルストーンを設定したうち8個までですね実現できておりましてであのここへですねこのミッションを得られた知見というのは次のミッション2、ミッション3にです、ね、非常に重要になってきますので、うん、あの大きなあの前進ができたかなというふうに考えております。 では今まで成功されたマイルストーンについて少し詳しくご説明いただけますでしょうか。弊社はですねあの昨年2022年のです、ね、12月に営利企業としまして世界で初めての打ち上げを実現しております、はい、で他社もですねアメリカを中心にいるんですけども、はい、彼らよりもですね早くミッションを実現できたということで、まあ、世界をです、ね、あのリードしているあの企業だというふうに思っています。うん、で打ち上げたこと のですね、あとのマイルストーンになるんですが、えー、10個の,です、ね、あのマイルストーンを、えー、事前に設定をさせていただきましたで、まあ、多くのです、ね、方々にとってこの宇宙のミッションは、まあ、成功か失敗かの01に見られるかもしれませんが、まあ、特に我々の場合です、ね、技術開発のデモンストレーションでもありましたのであの10個の,あのマイルストーンをです、ね、しっかりとあの定義をしてです、ね、それぞれで得られる知見をです、ね、次のミッションにフィードバックをしていくということを何よりも重要視しておりました。うんでえー

8個目のマイルストーンまでですねしっかりと実現ができています。まこれはですね月の周回の軌道上でえ月の着陸に向けた軌道制御のマヌーバーがマヌーバーというまあ姿勢の変更なんですけれどもそれは全てですねあの完了した状態です。でサクセス9がですねあの9が月面着陸というところでこのフェーズも試みたんですがま最終的に着陸には至らなかったというところになります。ま10個中や8つですねあのほぼ多くの増え増で。ね 実現できてますので、まあ、非常に大きなです、ね、成果になったというふうに思っています。で サクセス9もです、ね、月の周回からです、ね、あの着陸するまでのさまざまなフェーズがありますでここの図で示されているようにです、ね、着陸の1つ前の手間段階着陸船が垂直になってです、ねはい、速度がほぼゼロになるところまで,です、ね、実は我々制御ができているということは確認できておりますのであのほぼです、ねまあ、着陸に向けたすべてのプロセスをです、ね、あの完了できたということになりますのであの次の以降のです、ね、ミッションに向けて非常に大きな知見がたまってです、ね、いると。 というところになります。あのまあちょっとこの前の資料に戻りますとあのまあ十のこう段階があってでまあ準備から着々と来て、はい、まあだからこの間のデータっていうのはもう着実に取れてきているという点で、はい、まあいわゆるマイルストーンはある程度進んだというそういう理解でよろしいですかね。そで,ね、はい、でそしてあとまあ今あのあの最後のパネルで見て下る人もうちょっとっていうところと、はい、あの。 ここのところのまでの押、ね、しさ加減もうちょっとで惜しいっていうなのか、はい、ここのハードルは高いのか。はい このあについてはどうなんでしょうかそうです、ね、あの全体のミッションとしましてはあの8、まあ、9までですね来るまでに相当いろいろなプロセスを通ってますので、はい、かなりのことをも実現してきているというところですで着陸もあの本当に先ほど申し上げたようにほぼ速度がゼロで垂直までなってますので、はいえー、プロセスはほぼ完了してるんですね。までの距離 高さがですね。あのソフトウェア側が見誤ったというのがですね。あのありまして、残念ながら着陸には至らなかったんですが、まあ、このフェーズさえですね。次あのクリアできれば着陸はかなりあのできる可能性は高いというふうに思っております。なるほど、そういう意味ではもう要因も明確になっているという。ところで、本当に次への大きな一歩はもう。はい に、ね、踏み出しているということになりそうですね、ええ。そうですね。はい、ここまでできている民間企業は世界でまだおりませんので、ええはい、はい、あの弊社がですね一番先行していると思います。はい。では事業の強みにつきましてはまた後ほど詳しくお伺いします。はい、続いてはこちらのトピックです。<music> ここからはパフォーマンスオーバービュー、アイスペースの業績についてお伺いします。 えでは業績の推移についてお聞かせください。弊社ですね、あのミッションワンがですね、あの残念ながらあの月面着陸があのできてはおりませんけれども、事業に対するですね、あの影響というのは警備だというふうにえっと見込んでおります。えー、まずまあ売上面への影響なんですけれども、えー、まあミッションワン、ミッションツーは。 特にですねあのミッションの結果に関わらずあの返金などがないような契約にさせていただいておりますのでまあ大きなあの変更はないんですけれどもあの一部、売上として計上できなかった金額もありましてまあこちらあのすでに開示がされておりまして1億600万円ほどですねあの売上としてはあの計上できない金額としてはあります。ただあのミッション2以降はですね特にあの大きな変更はですねあのない予定になっております。 で費用面に関しましても、えーまあ、今回の,あの月面着陸ができなかったことによる費用増などはです、ね、特に、えー、見込んではおりませんでミッション2もです、ね、あの予定通りのスケジュールで、えー、打ち上げる予定にしておりますのであの特に大きなです、ね、今、変更があの見込んでいないというところになります。うん で今あの、先ほどもちょっとお話がありましたけど、まあ、ミッション2、3のところ、まあ、今回のところでもある程度いったのでそれなりの売り上げはちゃんと立ってきているという、はいまあ、そういう理解でよろしいわけですよね。そうですねはい 弊社です、ね、あのミッション1はです、ね、あの終わりましたがですでにミッション2、ミッション3の計画をあの進めています。はい、ミッション2はです、ねえー、来年2024年の打ち上げを計画しておりまして、えー、ミッション1で使ったシリーズ1というです、ね、同じ形の,あの着陸船をです、ね、あの使用する予定になっております。でこちらは最大30キロの荷物を載せる設計になっておりましてでお客様です、ね、あの荷物、ペイロード荷物もあのですで、ね、に確定をしておりまして。 それに加えましてあの当社がですね、ルクセンブクのですね、子会社で開発をしているローバーというですね、月面に降りた後の、えー、探査するロボットをですね、搭載をしまして将来の月面探査のです、ね、技術デモンストレーションも行っていく予定にしております。うん でミッション3がですね今2025年の打ち上げを予定しておりましてこちらはシリーズ2というですね少し大型な着陸船をアメリカを中心に今開発をしておりますでこちらは最大ですねあの500キロ、えー、設計上は載せれる計画になっておりますがまあ実際に載せていくペイロードはですねもう少し少ないあの数量を想定しておりますで先こちらもですね一部お客様があの決まっておりましてこれは NASA アメリカンですねあの宇宙機関ですけども、えー、のですねクリプスという コマーーシャル,ルナペロサービス民間の、えー、月面輸送サービスのプログラムがありまして、えー、そこで,です、ね、95キロの、えー、荷物を運ぶという契約をです、ね、あのアメリカの我々のパートナーであるドレーパー社を通して受注をしております。 でそのミッションをです,、ね、あのするためにも実はあの月の周回軌道にです、ね、2機の衛星を配備する必要がありましてこれもです、ね、あの同時に打ち上げていって月とのです、ね、通信リレーをです、ね、確立をしていくとということになっておりますこれあのミッション2のところでランダーあのえっ、ー、と着陸船は同じという。はい バージョンは今あった通り、えー、とこのローバーのところがバージョンアップ分ということなんですかこのうでそすの追加の要素としましては今おっしゃっていただいたローバーの部分がです、ね、あの追加の要素になっておりますでもこれがあのうまくいって次の,そのミッション3になると、はい、結構でかいですよね。 大きいかなというふうには思いますが、はい、あの我々がミッションワン、ミッションツーでですね、あの開発をしてきたあの知見をですね、最大限活用して、すべてが変わらないようにですね、はい、あの設計をしておりまして、その技術のあの継続性はですね、担保するようにしております。ペイロードの荷物の量も三十キロから五百キロするなんか。はい だいいぶなんか運べるるぞっていう感じになるで,す、ね、そうですね、はい、あの,ですので、まあ、あのミッションはミッション2に関しては、はい、あの大きな利益というのは見込めないんですけれども、えー、ミッション3以降、ですねやはりあの重量が大きくなっていけばそれだけ売り上げが拡大をしていきますのでこれから事業としてもですね大きく拡大をあのしていくだろうというふうに考えております。なるほど これ次のスライドなんですけれどもなんとなくこう見ていくと開発しながらどうやって収益を上げていくかという図に見えますけれどもすみませんがちょっと PSA とか PDR とか CDR ちょっと専門っぽい話になってこのあたりを解説しながら進めていただいてもよろしいでしょうか PSA というのはですねあのペイロードサービスアグリーメントと英語の略になってまして荷物の輸送契約です。 えー、CDR ですとか PDR というのはです、ね、開発のマイルストーンになってまして審査会を意味しています、基本設計ですとか詳細設計、あそういったです、ね、キーになるあのプロセスのところで,です、ね、あのレビュー会をやってしっかりとあの開発が進んでいるということを確かめていくプロセスになりますうん、うん、基本の設計とかあの詳細な設計が進んでいって、まあ、その開発段階に応じて本社としては収益を徐々に得るとマイルストーンになる、はい、というような、はいそ,うね、そんなイメージでよろしいですか。はい でですので、まあ、当社としましては、まあ、宇宙ビジネスなかなか分かりづらいところもありますけれども、うん、注目してみていただきたいのはその開発のプロセスであのレビュー キーになるレビュー会が進んでいるかどうかですとか、うん、またはあの契約の総額ですね、はい、えっていうのをあの見ていただきたいというふうに考えております。のでまあこういったですねスライドを用意させていただいております。だか、うん、ミッション2、ミッション3ということで、はい、まあ徐々にこう進んでいくぞとい、はい、ですねいうような、はい、イメージということになります、ね、で現状としましてはミッション2に関しましてはすでに CDR というですね、はい、詳細設計の、えー、審査会も終わっております。で、えー、契約としましてもあの160万 でミッション3に関しましてはえ今年今年度中にですね PDR を、えー、進めていくということになっておりましてで、えーまあ、契約としてもですね最終合意済みのものについては5,500万ドル分そしてインターリームというです、ね、あの最終契約ではないんですけども、うん、ある程度の合意があの取れているものについては、えー、約 えー、3600万ドル分ありまして、まあこちらについてはですね、あの契約が最終化次第ですね、あの解除をできればなというふうに考えております。ミッションズだ1600万米ドルということでよろしいでしか、ねはい。そうですね。1600米、ね、ま米ドルですね。はい、はい。ここまで業績についてお伺いしました。続いてはこちらのトピックです。ここからはフォーカス。 アイスペースの強みに焦点を当てます。では、御社事業の強み、お聞かせください。 まず、あのペイロードサービス荷物を運ぶサービスにつきましては、はい、1>, あの1キロ当たり、ね、1.5ミリオン US ドラーという値付けです、ね、あの宇宙機関ですとか民間企業です、ね、あの荷物を月面に運ぶというサービスを提供させていただいております。で我々はです、ねまあ、今後定期的に高頻度で輸送していくことによってです、ね、大きな売り上げを上げていきたいというふうに考えております。うん で次にですねデータサービスになるんですけども多くのですねプレイヤーがまだすぐに荷物を運んだり月に行けるというわけではありませんので我々の高頻度のミッションをですね生かしてどんどんデータを貯めていきます月のデータを貯めていきますでそれにですねアクセスする権利をえお客様にですね提供していきますで将来的にはサブスクリッションみたいなですねあのビジネスモデルになっていくんではないかというふうに考えております。 で最後にです、ねあのえー、パートナーシップの、えー、サービスになっておりましてこちらあの宇宙の,あのビジネスというよりはです、ね、あの広告をです、ね、うまく活用したビジネスになっておりまして、えー、非常にいいポートフォリオかなというふうに考えておりますこれあの特にもそうデータサービスのところなんかで伺うと今回は残念ながら月まで行けなかった。はい、でもこれあの着陸してこう往復してて、はいいるうにだぶいろんなデータが、はい 出てくるとここの分野って結構なんかインパクト出てきそうな感じでするがそうですね我々ですね、まあ、今,今後複数回ミッションしていきますと、はい、毎回違う 地点にです、ね、着陸をしていったりう違うセンサーを持っていったりするとです、ね、非常に多様なデータをああのかなり早いタイミングで,です、ね、獲得をすることができます。であとは月面に下半しも着陸しなくてもです、ね、周回から得られるデータなどもありますので、はい、あのこれからです、ね、データの量というのは大きく飛躍していくと思います今回のミッション1のところでもそれなりにやっぱりデータが取れてこれがやっぱり繰り返していくことによって、ねまあ、御社としてはこのデータの価値がまあ増してくるということになりますかね。はい では、現状の経営課題といいますと、どういう点になりますか、えーまあ、このです、ねまあ、宇宙事業はです、ね、まあ、多くの方から見るとです、ね、やはりあの不確実性が大きくです、ね、あの非常にリスクが高いあの事業ではないかというふうに見られる節があります。ただです、ね、あのこの我々としてもです、ね、持続可能性 のあるですね。あの事業をしっかりと作っていくというのがあの重要だというふうに考えております。で、そのためにですね、あの旧来の宇宙事業のモデルである非常に直線的なですね資金調達をして開発をしてミッションを終えてで次の資金調達をするというようなモデルから、うん。 複数のです、ね、ミッションを同時に並行で走らせることによってあの一つの失敗がです、ね、あの事業に大きく響かなないいいとううような形をあの作っていますでそのためにはですねやはりあのそれなりの資金の基盤が必要になりますのであの今はですねあの資本調達ですとかあの銀行の融資をいただいたりですねまたは契約もですね基本的には毎金でいただいたりしますので<ー>そのキャッシュをですね活用しながら、えー、3つのミッションをですね我々今同時並行で それによってミッション1で得られた知見をです,、ね、すぐにミッション2ミッション3にフィードバックをすることで技術の、うんえー、成熟度を飛躍的に上げていくということをやっています。でこのようにです、ね、あの持続可能なです、ね、我々事業モデルを、えー くっていくことでお客様に対しても、えー、リスクの低いですね、うん、あの安定的な輸送サービスなどをですね提供できるというふうに考えております今までですと本当、ちょっと一発といってはあれですけど <laughs> それがやっぱりある程度継続していくというところで、まあ、御社としてもそこのやっぱりキャッシュのところが絶えずあるかどうかというのがここまでは事業の強み、経営課題についてお伺いしました。 この後は CM を挟んで今後の展望を含めさらに詳しくお伺いします。ここからはネクストアクションズアイスペースの成長戦略を中心にお伺いします。 では今後の事業展望についてお話ししいただけますでしょうか、はいえー、まあ先ほどです、ね、事業の軸としまして輸送サービスとデータサービスというお話をしましたが、うん、この2つがです、ね、お互いにえ事業をです、ね、加速をするえ大きなファクターになっていくというふうに考えています。でデジタルとです、ね、リアルをまあ融合することで,です、ね、月面の開発があの進展していくというふうに考えておりまして、うん、まあそれをです、ね、あの当社ではシスルナデジタルツイン2030と。 いうふうに読んでおります。で、月面我々高頻度をですね、あのミッションを活かしまして、月面のデータをですね、どんどん獲得をして、お客様がまあそのデータをか使うことで、えー、次の新しいですね、あの荷物の構想を始めたいですね、うん、あのしていってですね、事業を強め合って、まあ成長を加速することができるというふうに考えております。なるほど。現実と仮想のやり取りということです、だから地球上でもなんかいろいろやることがあって、はい、それもまた。 フィードバックしていってこううまくいくっていうのはそんな流れっいうんですかね、はい。そうですね。あの月面でさまざまなデータを得れますと、あの仮想の月面のあのシミュレーションができるようになってきます。でそれをですね、まあ例えば地上でさまざまな実験をしなきゃいけないときにそのデータを活用していくことで、うん、あのデジタルとですねあのリアルをあの融合させていくというコンセプトが実現していくかだというふうに考えております。 では、具体的な戦略施策についてもお話しいただけますか。はい、今後ですね。まあ、大きな需要を生み出す要素としまして、月面にですね、水素バリューチェーンを作っていくという動きがあるというふうに考えております。うん、まあ、冒頭でもお伝えしたように、まあ、月に水があることがわかりつつありますので、その水からですね。まあ、水素を。 取り出して水素エネルギーを活用していくようなサプライチェーンができるというふうに考えておりますでそうすると今地上でですね水素のサプライチェーンに関わっていらっしゃるような宇宙ではない企業もですねこの宇宙産業月の産業に参入することができるというふうに考えておりますのでそういったところがですね 当社としても成長の起爆剤になっていくのではないかというふうに考えておりますだんだん水素を発掘して建設して電化して液化してなんかここまでくると何か着実な感じがしてきますね。 今後のですね中長期的なあの成長のイメージになりますけどもあの当社ですねまず重要なところは、えー、この月のですね輸送のミッションっていうものの頻度をですね増やしていくということです、うん、で中長期的にはですねあの年に2,3回の輸送ミッションをですね提供していきたいというふうに考えておりますでさらにあの一回ごとのですねあの輸送の重量もですねあの増えていきますのでそれにお 応じてですす。で、そのさらにですねその毎回のミッションで得られたデータを中心にデータのサービスも売り上げが上がっていくということを考えております。でコストに関しましてもあの同じです、ね、着陸船を複数回作っていきますので人件費が効率化されていったり製造コストもですね低減していくと。 いう,ふうに考えてておりまして、まあ、そうすると中長期的にはあの利益率をです、ね、高いビジネスが事業としてです、ねうん、実現できるのではないかというふうに御社のビジネスとしてだんだんペイロードとデータサービスの売り上げが伸びていくというのもそうですけどなん私たちの頭の中からすると長期の辺りまでいくと、はい、だいぶ月も開発も進むみたいな、えー、イメージになってきますよね。そうですね でですので、まあ、そうしますとさらにです、ね、あの荷物のニーズデータのニーズとは増えてくると思いますのでさらなる拡大が見込めるんではないかというふうに思いますここまで袴田さんのお話たくさん伺ってきましたがここからは最後のコーナーとしまして番組に届いた質問にこの場で企業にお答えいただく教えて一問一問答ですえ月面開発事業においては政府機関との関係も重要だと思います。 宇宙事業に関わる今後の政府の方針はどのように捉えられていますかということですね。はい、はい、そうですねあの。政府との関係というのは、ねはい、非常に重要です。あのまあ、特にですねあの、世の中としてはですねあのアメリカがですね大きなマーケットでありますけれども、はい、あの NASA はですね、すでに、えー、民間のですねサービスを活用していくという方,方針を、えー、明確にしています。 ですので今後民間からですねサービスを調達していくということで、うん、あのここにですね大きな市場機会があるというふうに考えています。で、日本でもですね実はあの大きく変わりつつありまして、はい、あの先日ですねあの日本だと宇宙基本計画というですね、はい、政府内閣府がですね定めている、えー、基本方針があるんですが、そちらがあの改定をされまして、えー、月面という言葉がですね前回のバージョンですと8回しかですね出てなかったのが今回ですね48 回出てきまして、あの月に対してですね、まあ、非常に大きなあの重力をしていくということが明確になっているというふうに思います。でさらにですね、あの。 岸田内閣の,です、ね、あの政策でもありますけども、えー、スタートアップ5カ年計画の中,、うん、中で,で、ね、SBIR というです、ね、技術開発の,の予算をスタートアップ向けに、えー、優先的に配布していくというような方針が捉えておりますけども、えー、直近でもです、ね、その中で月面着陸船の開発のプログラムがです、ね、公募が始まっておりまして、えー、5年間で最大120億円ということですのでこういったものも ですね。これから、あの、さらに出てくると思いますので。あの、政府のですね。あの、ミッションというのは多くなっていくんではないかなと思います。力強い挑戦、応援しております。はい、今回は貴重なお話をありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。真島さん、アイスペースの今後のチャレンジも楽しみですね。そうですね。あの、一回目の、着陸に失敗したときは、はい、ちょっと、がっかりしましたけど、あの。 不積なミッション2、ミッション3とちゃんとあってでミッション1もちゃんとデータとかの回収とかできている、ええ、これは本当に将来に向けて期待が高まりますよね,ね2040年というのもすぐそこですしねもうその頃には月にねバンバー行ってるようなイメージにもなりますよね,、うんすねえー、ワクワクしますね、はいはい、セメの IR マーケットブレイクスルー次回もお楽しみにこの番組は SBI 証券の提供でお送りしました。